皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、モンスターハンタークロス実況プレイパート33やっていきたいと思います。はい、今回やっていくクエスト、前パートはレウストレイヤーのね、狩猟やったんですけれども、今回から数パート、星6における大連続狩猟をねやっていこうと思います。で、一通り追加されたクエストやったんですけど、まだちょっとねキリンのクエストが1個出たり消えたりしてるんで、ちょっとそれだけまだやれてないんですけど、やっていこう、先をね進めていこうと思います。で、今回やっていくのはこちらハンティングナイト、すべての大型モンスターの狩猟、倒すモンスターはドスランポスでゲリオスでリオレイヤーですね。こちらをね倒していきたいと思います。あ、毒使ってくるやつが多いから解毒薬持っとこう。おしょっきでね、このモンスターね、弱点属性がバラバラで何でいこうかちょっと悩んだんですけど、こちらセルレギオスの総中根でキーラ・アルティール、これをね使っていこうと思います。攻撃力も高いし回心率も高いし切れ味も高いしね、数回武器出し状態で転がると自動的にね少しだけ研磨してくれるっていう性能もね持っている優秀な総中根です。属性に困ったらとりあえずこれ使っとけば間違いないでしょう。よし、じゃあ今回もサクサク倒していくために基準薬グレードはもう飲んじゃいます。さて、まずはドスランポス、ドスランポスはねさっくりと倒せるよね。ドスランポにあいつに時間かけてたらむしろ恥ずかしいわあいつちょこまかちょこまか動くからね、攻撃当てるのは地味に大変だったりするんですよ。さてどこにいるかな。4番あたり、大体5番とかで接触することが多いと思うんだけど、今いたわ、すれ違ったわ。どういた、おう、さあエキスをくれ、エキスを起こせ。あ、しまった。キラー・アルティール、これ2本作ったんですけど虫全然育ててない方持ってきちゃった。やべ、まいっか。キラー・アルティーヌなんか一応発生がねあるみたいだったんで2本作ったんだけど、しまった、片っぽ虫全く育ててないんですよ。これがこっち、いやでもしかしあれだ、やはり攻撃力が高い、それに回心率も高いし切れ味もいいしね。思ったけどそれこれあれだよね、強靭研磨と相当相性がいいんじゃない。強靭研磨は投手を使うと効果が発動するやつだからあれだけどさ、
切れ味が落ちにくくなるのも大きいでしょ。よし、決まった。いやー、虫が遅くてイライラする。よし、とりあえずドスランポス撃破。いて、次からあれだな、大連続狩猟にはあれだ、あの千里眼の薬持ってこよう。どこに出るのか分かんない。じゃあ砥石1個使っときま、あ、転がればいいのか、こうやって。エリアルスタイルとね相性いいっすね。エリアルスタイルほらいっぱい転がるからさ。しかしまだマックスにはならない。死体が消えた。どこか違うところにゲロスが現れたはずだ。探しに行こう。あいつがいるとしたらどこだろう。9番、9番か10番だよね。とりあえず9番に行ってみようかな。ん？いる感じがないな。いや、もうなんか違うエリアに飛びさせたりしたらめんどくさいな。飛んでたりしないかな。俺いね。どこ行けばよかった。おり？おり？あいつほんと一回見失うとさ厄介なんだよ。すんげえ飛び回るからさ。ちゃんと奥の方見に行くか。いねえな。俺マジでどこ行った、あいつ。ゲリオスさん、開いた、系統に逃げた。いやー、ちくしょう。どこ行く、影を追う。あ、普通に3番に向かったかな。ご飯食べよう。あ、いた。あの野郎。優秀なのにピントボール。よしよし。まずオレンジのエキス。白いエキス。あいつ、あ、くそ。エキスをよこせ。
クソ虫おっせ。うわ、敵と全然ついていけてない。いややっぱね、虫の選択大事。だからね、あの尺栄のテウザーも一回作り直したんですよ。毒きついけど、とりあえず。あれだな、猫に解毒笛関係の技覚えさせとかないと。あーくそ、微妙に入り上がりやがったな、あいつ。さて、赤だけでも。ほい。よし。お、線香玉盗まれた。投げなしの線香玉が。いや、こいつ肉にしなさいよ、あんた。この野郎、あたねえし。エリアルスタイルな、そういうとこちょっと弱いんだよね。上に飛べないからさ。敵に逃げられちゃう。そっちかよ。完全にあいつにおちょくられてるもんな。本当にさ、あいつイラッとするんだよね。来いよ。すげえテイク飛行。おい、うん、敵筋が短いな。マジこれ、あ、違う、死んだふりだ。痛かった。で、まあ死んだふりするってことは結構弱ってきてる証拠だよ。毒確信しねえ。ほい。ほら。狭いな、ここ。穴入っちゃった。どっち？あ、ガチだ。どっち？あ、ガチだ。よしよし。あとはリオレイヤー。
あいつは巣でしょ。5番に降りてくるでしょう。よし、そしたら5番で待つとしましょうか。おいしいと。なんてこの武器切れ味青だからね、素晴らしい。よし、取られた。あれ今なんで。よし、なんとなくやっぱゲルスよりこいつの方が戦いやすい。ほら、ほら、やべ、よし。ただ問題はね、虫間違えたっていうところがでかいな。虫が押せ。いらねー。あれ今何やってんだ。違うな。よいしょ。あ、逃げられた。いやー、これあれでしょ、絶対あれでしょ。ちょっと育ててるけど、ほんのちょっとは育ててますけど、本当はもっとしっかり育てているやつがあったんですよ。よし、はい、いやー、オレンジ色のエキスがないからバインドも疲れちゃった。危ねえ、危ねえ。ほい、よいしょ。よいしょ、よいしょ、オッケー。一生中断発。よし、
くれ。よし。オッケーオッケー。もうあれだよ、虫間違えるという大事件ね。お、そっちゅうか虫とコンボと両方強くしてね、なんぼだからね。よっしゃ、よしよしよし、ハンティングナイトクリア。うん、まあレイヤーはね強いんだけどね。ゲリオスが、ゲリオスがあいつはめんどくさい本当に。アイテム盗むし動き回るし、すぐ逃げるしね。よっしゃはい、ではね、まあ一応今回は、このワンクエストで終了して、また次回もね、大連続終了を引き続きやっていきます。さてさて、ソロプレイ編のね実況の方もそろそろ大詰めとなってまいりました。お、光るお守り結構もらえますね。さあ、なんかいいお守り出るかな。うん、全然。はい、というわけでモンスターハンタークロス実況プレイパート33、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるなー。